ですよね。悪い世界を作るわけがないのに、こういう悪い世界が現れているのはどういうことかというと、それは人間が全知全能の神様から命をいただいて、知恵も力もいただいておりながら、その知恵や力をですね、それが神様と思う等に使わないで、みんなが勝手にね、全体っていうものを忘れてしまって、一つの命を忘れてしまって、勝手に動き出してます。そうすると、全体とすれば一つであり、大生命であるのに、分かれ分かれ、あっち行ったりこっち行ったりして、お互いの運命を妨げ合ってしまったんですね。それがだんだん長い間経ってますと、今度は肉体の人間としての思いだけにみんな離れ離れになってしまって、お互いが自分たちだけのことを思い合って、それで結局、喧嘩になり、戦争になって、そうやってきた。だから、これを直すためにはどうしたらいいかというと、お互いの思いをね、いっぺん神様にお返しして、みんなすべてが神様の中へ、どうぞお任せいたしますというふうに、こうね、ある祈り事で入ってしまえば、そうすれば、そこで自然に一つになりますね。あらゆるここに出てくる思いも、運命もね、生活環境もね、病気も不幸も、それは過去世からの神様を離れていた、神様の御心を離れていた自分勝手な思いが、この現れては消えていく姿なの。勝手にね、肉体の人間という個人の肉体の人間のことだけを持っている、その癖がついています。その癖が現れては消えていくから。その癖というものがカルマというんですね。その初めは何かというと、今の肉体の人間の目では見えない、五感の世界では見えない、実体の世界のいわゆる微妙な波動が、荒い波動になってこう現れたわけなんですね。だから大事にするねって、それを眺めて悟りましたので、うん、あ、よかったね。私死ぬっていう肉体は滅びて、うん、筋はいつもこうして生きて、本当ですよ、ついておってくれるなと思っておりますけど、これでよろしく。今も後ろにいます。ありがとうございます。相当光がありますね。このままで、そのままでいいです。よろしくございます。よろしくございますよ。ありがとうございます。世界人類が平和でありますように。世界人類が平和でありますように。日本が平和でありますように。私たちの天命が全うされますように。